めちゃくちゃシンプルで単発勝率 89.2%、 1日12枚以上稼がせた仕様になります。今回の動画は初心者の方必見、単発勝率 89.2% の5分足を伝授します。この仕様はめちゃくちゃシンプルな仕様で、なおかつ勝率も高い、かなり実践向きの仕様になっています。条件さえ合えばしっかりと結果をもたらしてくれますので、かなり信頼を寄せている仕様になります。初心者の方、これからバイナリーオプションを始めようと思っている方は、すぐに実践に移せるような状態に持っていけると思いますので、必ず最後まで見ていただき、あなたのメインの手法にしてください。で、冒頭でもお伝えしたように、この主張はかなり期待値が高いといっても、必ず勝てるってわけではありません。バイナリーオプションに限らず、どの投資においても必ず勝てるとか、必ず儲かるなんてものは存在しません。なので、必ず自身で確かめていただき、確信を持つようにしましょう。またコメント欄で動画にしてほしい仕様を募集しています。最良仕様で悩まれていることがありましたらコメントをください。まあ、概要欄に貼ってある LINE からでも個別で受け付けていますので、お気軽にご連絡もらえればと思います。はい、それでは今回の章で使用していくインジケーターの設定方法から解説をしていきます。まあ、まずこちらのメインチャートに表示されています移動平均線から設定していきます。ちょっと見づらいんですけども、こちらの水色で表示されている短期移動平均線から、こちらの挿入からインジケーター、このトレンドの中にありますムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうしましたらこのような設定画面が出てきますので、設定数値の入力が完了されましたら OK ボタンをクリックしてください。そうするとこのような短期移動平均線が表示されます。で、ちょっと見づらいんで出していくんですけども、こちらの黄色で表示されています中期移動平均線と、ピンクのラインで表示されている長期移動平均線も同じように設定をしてください。で、今設定しました移動平均線になるんですが、まあ知ってるよって方も多いかなと思うんですが、簡単に役割をお伝えしていくと、価格の平均値をグラフ化したものになります。まあ、今回移動平均線を3本使用していきますので、価格の流れを見るのに使っていきます。つまりパーフェクトオーダーを条件の一つとして加えています。それでは次にこちらのサブチャートで表示されていますモメンタムの設定をしていきます。こちらの挿入からインジケーター、このオシレーターの中にありますこちらのモメンタムですね、こちらを選択してください。そうしましたらこのような設定画面が表示されますので、それぞれの設定数値の入力が完了されましたら、こちらの OK ボタンを押しましょう。そうするとこのようにモメンタムが表示されます。で、今設定したこちらのモメンタムになるんですが、こちらのインジケーターは相場の勢いを測定するオシレーター系のインジケーターで、トレンド相場だったりブレイクアウトの相場で効果を発揮します。それではインジケーターの設定を完了したところで、エントリー条件の解説をしていきます。なので、まずはハイエントリーの条件から解説していきます。したらこちらの達成の引いてあるポイントをご覧ください。まずハイエントリーからですね、移動平均線このように3本が上から短期中期長期と上昇のパーフェクトオーダーを形成されていることを確認してください。で、その際にモメンタムのメイン線がこの赤の基準線を上に抜けたタイミング、ここですとまだ基準線より下を推移してますので、しっかりと抜けたのがこちらの足。以上の条件が揃った次の足でハイエントリーをかけていくようにしましょう。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと買ってることがわかると思います。ではまずこれハイエントリーに慣れていただくためにも、エントリーポイントをちょっと見ていきましょう。続いてはこちらですね。まあ、移動平均線が少し見づらい状況なんですが、短期中期長期と上昇のパーフェクトオーダーが形成されていることが確認できました。で、その際にこのモメンタム、こちらのメイン線赤の基準線を上に突き抜けたタイミング、こちらの2つの条件が揃った次の足でハイエントリーとなります。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかると思います。で、ここもそうですね。ここも短期中期長期と上昇のパーフェクトオーダーが形成されていることが確認できました。で、その際にモメンタムのメイン線がこの赤の基準線を上にちょうど突き抜けたタイミング、この2つの条件が揃ったのがこちらの達成になりますので、次の足でハイエントリーとなります。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかります。いかがでしょう。かなりシンプルで使いやすい仕様っていうのがご理解いただけたかと思います。それでは次にローエントリーの条件を解説していきますが、ローエントリーはハイエントリーの条件を逆にしただけですので、簡単にご理解いただけると思います。まずこちらですね、移動平均線がこのように長期中期短期と下降のパーフェクトオーダーが形成されていることを確認します。形としては綺麗ではないんですが、しっかりと下降のパーフェクトオーダーが形成されているのがわかると思います。で、その際にこのモメンタム、こちらのメイン線が赤の基準線を下に突き抜けたタイミング、こちらのローソク足ですとこの赤の基準線より上を推移している状態ですので、しっかりと突き抜けたのがこのローソク足。以上の条件が揃った次の足でローエントリーとなります。そうするとこのように陰線が形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかると思います。まあ、そこまで難しく考える必要はないかなと思うんですよ。
この移動平均線、こちらのパーフェクトが確認した上で、モメンタム、こちらをチェックしていく。こちらの2点だけになりますので、すぐに覚えられるかなと思います。したらこちらもね、同様にローエントリーのポイントになります。まず基準にしていくのがこのパーフェクトオーダー。長期、中期、短期と上から順に並んでいる下降のパーフェクトオーダーが形成されていることを確認します。で、その際にこのモメンタム、こちらのメイン線が赤の基準線を下抜いたタイミング。なので、こちらの以上2つの条件が揃ったポイントの次の足でローエントリーをかけていきます。そうすると、このようにいい線形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかると思います。ここもそうですね。移動平均線が長期、中期、短期と下降のパーフェクトオーダーを形成することを確認します。で、その際にこのモメンタム、こちらが基準線を下抜いたタイミング。なので、この達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうすると、このようにいい線形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかると思います。これまで出してきた僕の動画をしっかりと見ていただければ、この手法でなぜ利益を出せるのかっていうのがお分かりいただけるかと思います。まず、上昇時に移動平均線が上から短期、中期、長期と順番に並んでいる上昇のパーフェクトオーダーの確認が取れたっていうことは、強い上昇トレンドが形成されてるっていうふうに認識することができます。で、さらにそこにモメンタムっていうオシレーター系のインジケーターで相場がどちらの方向に勢いを増してるかっていうを判断するんですが、その基準となるのがこちらの赤いラインなんですね。で、まあ上昇のパーフェクトオーダーが形成されている、つまり上昇の勢いが強まっている相場状況の確認で、モメンタムをこの赤い基準線をメイン線っていうのが上に抜けたっていうことは、その上昇傾向にある価格はかなり強い勢いをつけていると判断できますので、そちらの根拠をもとにエントリーを仕掛けていくっていうものになります。まあ、これはもちろんローエントリーの場合はその逆ですね。このような下降のパーフェクトオーダーの確認で強い下降トレンドが形成されていると認識することができて、さらにモメンタムがこの赤い基準線、これをメイン線が上から下に抜けるっていう確認で下降方向への勢いが強いってことを認識できます。その2つの根拠をもとにローエントリーを仕掛けていくっていうことですね。この仕様の注意点になるんですが、この移動平均線のパーフェクトオーダーの確認だけでもかなり強い根拠になりますし、逆にこちらのモメンタムの根拠でも強い根拠となりますので、まあ、中には片方の根拠だけの確認でエントリーをかけてしまうっていう方がいるんですよ。まあ、それやっちゃうと当然勝率も落ちてしまいますし、期待値も下がってしまいます。こちらの仕様は移動平均線、モメンタム、こちら2つの根拠を併用して初めて1つの仕様となりますので、まあ、くれぐれも両方の根拠が揃ったタイミングでのエントリーをするようにしてください。したらいかがでしたか。今回はバイナリーオプションのトレードを始めた方でも安心してすぐに実践に移せる、まあ初心者にこそ覚えていただきたい5分順張り仕様の解説をしてきました。ではこの動画を最後まで見ていただいた気持ちの強いあなたに、今回の仕様で使用するインジケーターの設定通知をゲットするためのキーワードをお伝えします。今回のキーワードはリベンジャーズになります。まあもしかしたらこれひらめいたって方もいると思うんですけど、ここ最近ハマってるものがとりました。まあ決してふざけてないです。この仕様自体はお見せしている通りかなり強い仕様になりますので、本気で稼いでいきたいという方はリベンジャーズとメッセージください。その際にチャンネル登録、グッドボタンも忘れずにお願いします。で、 LINE の通貨方法はこの画面からでもいいですし、概要欄にも貼っておきますので、メッセージをお待ちしております。では今回はこのあたりでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。